京都市交通局2000系電車、京都市交通局2000系電車、京都市交通局2000型電車は、1964年より、新造され、京都市交通局、京都市電に在籍した路面電車車両。京都市電の全廃を待たずして1977年9月に、全車廃車となったが、本形式のうち五両が、伊予鉄道へ譲渡され、同車も、 は2000系電車として導入された。本校では、京都市交通局在籍当時のみならず、伊予鉄道上土後の変遷についても合わせて記述する。ラッシュ時のための連結運転と換算時のワンマン運転の双方に対応可能なよう、設計された中型車である。百六十四年から百六十五年にかけて二千一から二千六の計六両が、 何は後期、現、アルナ車両で製造された。なお、1965年に新造された2003から2006の4両は、京都市交通局が支電用として新造した最後の車両である。公共交通事業者の多くが、ラッシュ時に備えた設備投資を行うことを余儀なくされているが、その一方で、ラッシュ対策の車両や施設、あるいは要因が、 昼間の閑散時には有給化してしまうといった二律廃反に悩まされる事例がしばしば見受けられる。路面電車事業者もその例外ではない。1960年代前半の京都市においては市内中心部の地下鉄整備が実施されておらず、また市電が年間2億人以上の旅客を輸送して市内交通の大半を担い、なおかつ年間の乗客数が増加し続けていたことから、 この問題がかなり深刻化していた。そのため、1962年、昭和37年3月27日からは朝、ラッシュ時、午前7時から午前9時の間に一部、停留所を通過する急行運転を開始、運転時分の短縮と輸送力増強を、原油施設、車両で実施するため最大限の努力が払われた。しかし、乗客数が急増しつつあった。 当時の情勢下にあってはこの施策だけでは急増する乗客数に対して十分とは言えず抜本的な輸送力増強策を講じることが強く求めれる状況となっていたこの時期東西の幹線である市場線においては1963年昭和38年6月に阪急京都線が河原町まで延長されたことによって同線の負担が軽減され 一定程度状況の改善が実現したが、南北の幹線であるカラスマ線においてはそういった自然を保管あるいは、代替する輸送機関は存在せず、京都駅前、市場カラスマの市内に大ターミナルで、国鉄、阪急から乗り換える通勤、通学客をカラスマ丸太町以南のビジネス街や、同電停以北の文京地区に迅速かつ大量に輸送することが求められる状況にあった。 また、西大路線においては1960年代当時、円町以北の沿線が住宅地や文京地区として開発されつつあったが、円町西大寺九条間の沿線である中京区西部から右京区東部が工業地帯として急速に発展しつつあったことから、工場通勤者の足を確保する必要に迫られていた。そのため、資源の輸送力増強が求められたが、 いずれの路線に新車を投入するにしても、昼間時においては、ラッシュ時ほどの輸送需要が望めず、第二次世界大戦後に大量投入された線形の、要大型3、扉車や、当時西鉄北九州線などで投入されて、ラッシュ時の輸送力増大に、絶大な効果を発揮していたものと同様の、大型連接車を投入するのは、換算時の運用を考慮すると不経済、非効率に過ぎ、 そこで、ラッシュ時の大輸送力確保と換算時のフリークエントサービスの維持を両立し得る従来の車両とは違うタイプの車両として、連結、解決によって編成量数を変更可能な連結車の投入が思えされた。道路上を走行する路面電車におけるこの種の長編成化は、伊豆湖の都市でも道路交通の完成にあたる所轄警察署の許可を得る。 ことが難しいが、幸いなことに、京都市では、第二次世界大戦後、1947年から翌1948年に、かけて600型で1系2軸単車を牽引する、親子電車を、京都駅前、カラスマ車庫間などで運転した実績があり、また、近隣の京福電機鉄道嵐山本線や、京阪京新線で、同様の連結運転が見されていて、 所轄警察署の許可を得ることが容易な状況にあり、さらに地上設備面でも連結運転を阻害する要因が少なかった。このような背景のもと、本形式は同じ時期に既存の600型からの改造で用意された2600系ともども、ラッシュ時は2両連結運転を実施して、大量の通勤、通学客を一度に運び、 昼間時以降は編成分割の上で一両単独で走行する京都市電発のワンマンカーとして計画された。本形式は1963年度予算で1964年に1月20日に2001.2002の1編成2両、1964年度予算で1965年に1月30日に2003から2006の2編成4両が、 それぞれ甘笠の何は後期で製造され、竣工した。運用開始は2001.2002が1964年3月16日、2003.2004は1965年4月15日、2005.2006は1965年4月8日である。構成で全溶接による順調核構造を採用。 窓上下の補強体を露出させない、ノーシルノーヘッダー構造かつ張り上げ屋根とした、平滑な外観の構え体に、蛍光金星の窓枠、金具類を組み合わせる、近代的な全金属製車体を備える。車体長は、連結運転を行うことから、交差点通過時間などを考慮して800型より、若干短い1 1300 m m に短縮され、 車体高も屋根をやや浅く設計した結果、600型より若干高い 3160mm となっている。車体幅は 2390mm でこれは900型などと同一であるが、側構えの厚さは 90mm と800.900型と比較して 5mm 厚く設計されているため、車内幅は 1cm 狭くなっている。 妻面は600系以来の伝統である、傾斜角を備えたデザインを踏襲するが、その傾斜角は非常に小さくされ、面構成も丸妻ではなく、交代角の小さな折り妻による平坦な構成とされており、在来車と比較して若干スクエアな印象を与える。また、従来とは、客扱いの異なる連結運転とワンマン運転を実施することから、 つま面ん幕板中央に二段式の方向幕を取り付けた下段に行き先を上段には連結車またはワンマンカーをそれぞれ表する構造とし左右にバックミラーを設置車内に料金箱とテープレコーダーを設置しているまた夜間において既存のツーマンカーとの識別を容易とするためヘッドライトは方向幕の左右にシールドビームを幕板に 埋め込み式として一棟ずつ取り付けている。尾棟は、角形のものが、制御棟と一体の塔部に収めてつまめ向かって、左寄りの倉庫に設置されている。窓配置は、換算時に、前乗りや通り式のワンマンカーとしても運用される、ことを考慮して、客用扉について、左右非対称配置が採用されている。そのため、1、D3、1、D13、1、D。 客用扉、1、戸袋窓、数字、窓数となっており、前後の運転台脇の側窓はいずれも、強幅の1枚窓、客用扉は、運転台脇のものが800ミリメートル幅の2枚、連接引き戸、車体中央のものが1000ミリメートル幅の、片引き戸としている。この引き戸は、ドアエンジンが、電軸動式となっており、この点でも在来車とは一線を画する。 車体中央の客用扉向かって、右には連結運転時と通満運転時に車掌が乗務する車掌台が設置されており、この区画の側窓1枚は、強幅で上昇可能な1枚窓としている。また、前後の扉間、中央扉の戸袋窓含む4枚と車掌台窓の、右の3枚の合計7枚の側窓については700。 系の設計を踏襲した大きな二段上昇式窓を採用している。窓枠は妻窓も含めてすべてアルミサッシを採用し、二段窓部分には下段の中央横方向に一本、保護棒を設置している。妻窓についても700形の設計を踏襲し、左右の窓をやや細く、中央の窓を広く取った三枚窓構成を採用し、左右の窓を換気用として、 加工式としている点では700型と同様であるが、中央窓については、下方約1、3で分割した二段窓構造とし、下段窓を上昇可能としている。妻窓の上部にはごく短い日差しが設置されており、妻窓は側窓より若干背が低くなっている。なお、ワイパーは空気圧駆動式のものを当初より搭載している。図書区は、 従来の京都市電の標準色である窓状、クリーム、ヨーブグリーンのツートンカラーではなく、連結車あるいは、ワンマンカーであることをアピールするために、窓状、アイボリーホワイト、ヨーブコバトブルーの専用塗装が採用され、全面層下にオレンジ色のワンマンカー式別体が入れられている。なお、本形式の事情は四点五トンで、八百系最終造備車よりも点二トン軽く、 軽量設計で知られた700系、直接制御車グループと同程度となっており、700型ほどではないものの軽量化された車体と、簡潔な回路構成の関節肘動制御機としたことの効果が大きかったことが見て取れる。900系以来京都市電の標準電動機となっていた SS-6 0を拡大車に一機搭載し、吊り掛け式の駆動装置と組み合わせてある。 波数比は59,14で、これは、同じ SS-60 を搭載する800.900700型と、共通ある。前車とも日立製作所キロリットル -11 を装着する。この台車は、プレス材溶接構造の台車枠を備え、コイルバネによる枕バネを、側枠から釣りリンクで釣り下げた揺れ枕で支持する。軸距四百ミリメートル。 車輪径は 660mm で、いずれも京都市の標準寸法に従う。このキロリットルマイナス -11 は先行した 700K701 から715に装着されていたのと同一品で、京都市だけではなく、1963年から1964年にかけて製作された西日本鉄道福岡市内線300型にも採用実績があった。また、 サフィックス違いの同系台車は、土佐電気鉄道600型や、西日本鉄道北方線331系、連接車の一部などに装着されており、決してその生産数は多くないが、1960年代の時点で車両振造を行えた、西日本各都市の路面電車に広く普及した形式の一つである。連結運転を行う必要から、 間接制御機の搭載が必須とされた。ただし、それまでの間接自動制御とは異なり、電磁接触式スイッチによる間接非自動制御式の日本車両製造 NC-579 主管制御機及び NCH-452 ラット制御機を採用している。主回路構成は立候7段。 電気制動8段で主電動機が永久並列つなぎであることから自家並列制御を行わない。これは従来900型や700型などで採用されていた三菱電機 AB 間接自動制御機の場合、ノッチ操作からシーケンスドラムやカム軸が回転して主回路が診断するまでのタイムラグが大きく、例えば交差点通過を急ぐような場合に直接 制御車で一般に行われていた、追いノッチと呼ばれる主回路電流量の低下を待たずに、ノッチを進める乱暴な操作による、急加速発進操作ができない、という連結運転時には、致命的といって良い問題を抱えていたことへの対策であり、連結車に、極力直接制御車に近い走行特性を与える、必要があったことから、特に操作応答性を重視して採用されたものである。 炭鉱運転を行う路面電車用として一般的な SM-3 直通ブレーキに変えて連結運転用として M-18A 弁を使用する SME 非常弁付直通ブレーキが採用されている。これも連結運転を行う必要からコンパクトなトムリンソン式密着連結器を取り付けている。この連結器は電気連結器を下部に併設しており ブレーキ動作に必要な空気配管も内蔵しているため、連結運転時には、この連結機以外には、ブレーキ用エアホースやジャンパ線などを接続する必要はなく、連結、解決作業が容易かつ短時間で行える構造となっている。この連結機は使用しないときは連結機を車体の右隅に振ってロックする構造とされたが、 その指示腕の関係で救助網は従来の網状のものが装着できず、神戸市電などと同様のフェンダーストライカーが取り付けられている。700型と共通の Z パンタグラフを搭載する。本形式は全車がカラスマ車庫に配置され、4系統、京都駅前市場カラスマ、カラスマ車庫前、現在の北大路バスターミナルから、 金沢寺前引く西大路七条から七条からすま、京都駅、現在の地下鉄、からすま線及び京都市バス205系統に集中投入されて、当初の目的通りラッシュ時の連結運転と昼間時のワンマン運転に充当された。連結運転時には、一両目に運転手と車掌、二両目に車掌の計3人が乗務し、一両目と二両目との連絡は、 ブザーを用いた。京都市交通局は、当初本形式について20両を新造することを計画していたが、交通局の財政悪化で本形式の製造は2年度6両で、打ち切られ、運用数に対して不足する連結車については、600系の20年時めがえ、更新工事と合わせて1メートルの車体延長や、制御機の間接非自動制御機への換装などを実施する大規模な改造工事を、 交通局、三部工場及び、何わ工期で実施し、本形式と同等の連結、ワンマン運転対応車とした2600系18両で、賄われた。このため、1965年1月に竣工した2003から2006の4両が、京都市電最後の新造車となった。1965年9月10日以降は、朝ラッシュ時の連結運転区間を、西大路線、 北大路線の全線と東山線の100万、2北に拡大し、翌1966年、昭和41年11月7日には2600、経前車の改造が完了したことから、欠車の運用を、10編成にまで拡大して、京都市内の通勤、通学輸送に、大きな効果を発揮した。1966年以降、京都市電のワンマン化が本格化することになり、 その第一陣として600型が1600型へ改造されることになったのに伴い、従来専用色に塗装されていた本形式についても塗装の見直し実施され、京都市電において第二次世界大戦後に標準色となっていたマドブクリーム、洋部ブグリーンのツートンカラーにワンマンカー式別用の赤帯を倉化に巻いた以後のワンマンカーで標準となった塗装に変更された。 以後しばらくは大きな変化はなかったが、乗客数の減少と多系統のワンマン化の進展に伴い、1970年昭和45年1月16日に外角線での連結運転が中止となって、再混雑線区であるカラスマ線限定とな、翌1971年3月31日には連結運転そのものが終了となった。そのため、 カラスマ車古所属系統のワンマン化の進展もあって、本形式は他のワンマンカー各形式と共通運用化され、従来重当されていなかった各系統の運用に入ることになり、千本線、四条大宮まで、河原町線、東山線、百万以南などでの運用がこの時期に開始されている。さらに、百七十四年の地下鉄工事に伴うカラスマ線、 7条カラスマ車子前館廃止後、車掌の職場確保のために、本形式全車が1600系、2600系の一部と、ともに暫定的に、通満車として運行されることにより、ワンマン識別用の赤帯を撤去するなどの通満改造を受けた。これは、連結車は車掌台を残しており、また1600型は、前後式室入台で、ワンマンでの客扱いがやりにくい、 という苦情が出ていたためであった。しかし、これらの暫定ツーマンカーも、翌1975年3月末までには、全車ワンマンカーに復帰した。間接自動制御車の全廃後、本形式は2600型とともに、京都市電に残った数少ない間接制御車であった。しかし、連結運転を考慮した特殊装備が多かったこと、主電動機が永久並列つなぎであり、 抵抗が主回路に挿入された状態で立候加速する機会が多く抵抗期の溶断事故が少なからず発生していたことなどから以後はもてあまし気味となり京都市電の全廃を待つことなく1977年9月の河原町7乗船廃止時に全車廃車された同時期には2600型も残存全車が廃車となっており両形式の形式消滅をもって 京都市電から間接制御車はすべて淘汰された。廃車後は2001が保存対象となって、カラスマ車庫跡に保存された後、同跡地の再開発によって、京都市下京区関キ寺町の JR 高架下に移動され、2014年3月8日からは、梅小路公園で生態保存されている。また、2002から2006は、冒頭で述べた通り、伊予鉄道に譲渡されたが、 詳細は後述する。前述のように、本形式の内京都市交通局で保存者となった2001を除く2002から2006の5両が、伊予鉄道へ譲渡され、1979年により運用を開始した。なお、譲渡後も車番に変更はなく、2001は、伊予鉄道においては、欠番とされている。 京都市電の機関が 1435mm 標準機であるのに対して、伊予鉄道の機関は 1067mm 強機であるため、台車枠はそのまま使用したものの、輪軸を長さはそのままで車輪のバックゲージのみ 1067mm 機関対応に変更した、いわゆる長軸仕様のものに交換、同時に、手電動機も SS-60 から強機用の 強力型である三菱電機メガバイト -336LR4 へ交換して、走行性能を引き上げている。さらに、ワンマンカー、連結車表示膜の撤去、全消灯の一等化、側面方向膜の設置など、既存のモハ50型に準じた仕様への改造を受け、1979年から翌1980年にかけて五両全車が竣工、収益を開始した。 松山市内線の主力である、モハ5 0系5 1から61がもともと、京都市電800型をモデルにして製造されたもので、あったことから、同じ800系のデザインをルーツとする本形式が、これらの改造を受けて、松山市を走っても、刺したる違和感はなかった。また、内装は多少運転席の景気板などが異なるものの、運転方法は同じであるが、塗装は漆塗り。 床は焦げ茶かつ、無光沢のキータである、模波50型に対し、この2000型は、京都時代からの内装はでこラばりの壁に、リノリウムの床の内装のままとなっているところは異なる。さらに、時を同じくして、本形式と同一の機器を搭載していた京都市電2600系の解体発生品である、NC-579 主管制御機、NCH-450 ニラット。 制御機一式が譲り受けされても、五十1から61の関節非自動制御下に用されたため、これらは事実上の同型車として取り扱われることになった。松山市内線での運用開始後しばらくは、非冷房のまま走っていたが、1982年に冷房化改造と制御装置の磁気並列化改造を実施した。冷房装置は、 この当時路面電車用に開発された三菱電機 CU-77 を搭載た。主制御器の改造内容は、模波 50K62 以降が採用した三菱電機 HL-72 から 6DA と同じ取扱いができるよう A 級並列7段の主回路つなぎを直列5段並列4段に変更するというもので。 この結果制御段数の増加に対応して、電磁接触器を2セット増設する必要が生じた。このため、増設分の接触器を収納する第二制御機箱が追加され、主制御機は NCH-452 ラット改めに変更、直列5段目による流しの遅操作で、長年の懸案であった高速運転時の抵抗機の溶断事故防止が実現した。この改造は、 同系制御機を備えるようになった、模五51から61や、勾配線区を有したクレシデン出身で、やはり並列7段のみの HL-72 から 6D を備えるも、八1001から1003についても実施され、ここに、松山市内線在籍各社の足並みが、統一されている。以後は、松山市内線の主力車両の一翼を担い、 車令が50年を超えた2017年現在も、市内線での運行を継続している。また、2009年3月にもは、oh、2002の自動放送装置がもは、oh、2100型と同様のものに、交換されなど、定期的に設備の更新がなされていることから、本形式と同世代でありながら廃車が進むもは、oh、50型とは、対照的に今後も市内線の主力車両として運用されるものと、推測される。 なお、2004号は冷房装置が三菱電気 CU-77CT に交換されている。伊予鉄では新塗装化が進んでおり、2015年秋頃に2005号が2016年11月頃に2004号が代々一式の新塗装に変わった。共通。京都市交通局。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。